寺子屋 TV まちづくり情報発信チャンネル。続いてご紹介するのがエルグリーンファームの佐藤さんです。エルグリーンファームの佐藤って言います。はじめまして、どうぞよろしくお願いします。お願いします。南魚沼市で私はこのブドウ、カベルネソービニオンっていう品種のブドウを作っております。これ反射させ太陽の光と熱と反射させてブドウをより黒く、そして葉っぱの光合成を活発にさせて甘くするためにシート敷いておりまして、そのこのシート敷いているところがワイン用の栽培地になってます。同じブドウなんですが、それ以外はジュース用に、はい、作ってます。ぜひまあ皆さん今日は飲んでみて試してもらえればと思います。よろしくお願いします。地元の人がね、やっぱり、はい、結構、はい、これ1本いくらなんですか。これ1本が税込みで2000円で、うん、結構な、結構なお値段、ね、ジュースは皆さんに飲んでもらえます。乾杯。乾杯。うまいよね。確かに、うん、めったに楽しめない味ですね、これ、うん、おいしいです毎日のようにリンゴジュース飲んでいますが、それよりおいしくて高級感もありますね。ブドウめっちゃおいしい。バランスが絶妙。なんか大事に作ってるって感じの。ほんと、はい、今度ワインをご紹介ください。はい、こちらは2019年産のブドウでできた赤ワイン、カベルネソーヴィニヨンの赤ワインになります。ご賞味いただければと思います。はい、お願いします。じゃあ試飲できるかと。はい、どうぞ。頂戴いたします。テラコヤ TV